1、2でキュッてもこうするとこう切り返してポンっていったん外出るんですよ。だけどこの外出た瞬間、ここがもうインパクトイメージ。あとはこの玉結びにうーんって振られるんですよ。これがポイント。これ何のための練習ってよく巻きつくっていうけど、切り返しをこうやってやってふってやった瞬間にこれがポンって出た瞬間、もう出たばっかりですよ。右耳のすぐ近くでここでもうインパクトが返っちゃう。切り返す即インパクト。その後このタオルがどういう動きをするかっていうと、こうやった時にタオルが脇の下に入ってくる。で脇の下の後ろで今度タオルが上に伸び出すんですよ。上に伸び出したらこうやって首なさるボールにストンと巻きつくんですよ。そうやったら誰でもできた。そういうイメージ。ちょっとこれ短いけど、1、2、出たところで1、2で、でこのタオルが背中と後ろに伸びるには巻き込まなくちゃいけないですよ。手を右手こうやったら物の見事にヌンチャクみたいになっちゃう。これピクッてやった後、この後ろで巻き込んでタオル立たせんの。でひょこって出た時にこう巻きつけて、そういうイメージになってくると簡単にできます。やってみて。向井さん初心者です。イメージだけでです。ほら狂ったんでしょ。ここでこういうのタオル伸びるの。ほらできた。力入れてないですね、本当に。みんな水分中にここでパッて手が出ちゃう。手が出ないんだよな、これ。だったらこう、なるほど。ここでインパクト。あともうタオルの動きに着目すれば、手なんて多分胸の高さとこんなとこですよね。こんなとことか、こんなに手が伸びるしない。多分そこだと思う。1、うん、ね、1、2、ほぼここですよ。胸のライン、これが伸びることない。今までは例えば、今までは多分こうやってるとしたら、なんかこの辺で、ね、なんかグニグニしてるような感じ。グニグニしてるような感じ。でもさ、グニグニしてるけど、ヘッドめちゃめちゃ走るよね。グニグニしてるけど、こっちの方が、うん、こうやったら走んないですか。走る。初心者ですね、本当に初めて。ちょっとインフォメーションやったら、ねえ、ピョンとついてる。ほんと何もあのインフォメーション与えないです。うちに来たらこういうになっちゃう。早く回れません？早く回れますよね。そうですね。いかに手が伸びて回転を阻害してるかというと、ほら、ピョーンと早く回れます。こっちから見ても手が伸びて見えない。もう一番いけない、もう切り返してそのタオルを真下に引っ張る動きが一番いけないです。そう。本当に切り返し即この辺がいいんか。ほら全然違うじゃない。手が巻きつくんですよ。ね、タオルと同じ目ですよ。そう、タオル振ってんだもん。そうですね。これが手が出なくなるってことです。皆さんいつも手を出しちゃう。出ちゃうんですよ。完璧です。今完璧でした。今完璧でした。手で上げたりとか、頭こすりしたりとかって、
あるなんか一定のスピード感がないんですよ。僕らオーストラリアで習った時にこうやってあげると、要するにグリップ視点にヘッドが半径描けばいいじゃん。でもなんか日本にいるとさ、遠くだとかさ、なんかいろいろそういうインフォメーション多くないですか。これこうやったらどう？こっちからちょっと前ハンドルキュッてやってキュッてやって、ここは取る。僕、うちのスイングで言うと、まあ、左手でこう手を作るんですよね。こうして左手でグリップし、左斜め前に出します。で、右手はこの場で頭骨を開外して、開外しながらこう消化するんです。開外して消化するとここ入っちゃうの。今までここで持ってたグリップがここに来ちゃうの。それを頭に入れながらひょってトップ作ると多分こうなるよ。こうじゃなくてこうなります。でヘッドがターゲットさせます。そのイメージで上げるとこうなります。ピッてこう縛りがある。これひょってやると全部胸の回転も全部落ち着くわけですよ。言ってんのかな。ダラ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 上げてないでしょ。ちょっとやってみて。頭骨を見ながらキュッキュッ。これが一体化です。回転とクラブが一体化させる。これバラバラだ。キュッ。ここに親指を下から下からね、角材の下から入れるようにこうやって入れれば、すごい深いバックスイング。トップでダラっていっちゃダメ。一瞬止まります。ピッピッピッって一瞬止まるから。見て、はい、右手一本でピッ、そう、右手一本で、右手一本でピッ、そう、胸もついてくる、はい、ピッ、止まる練習を。ほらもう一回ピッ、そう、yes. ピッ、そう、はいはい、ピッ、オッケー。今度、いい、ここにあったところに今角材があるからね、角材の下に親指潜り込ませるイメージでピッてトップ。あのちょっとボールの上通してハンドを作ってから打つ練習してる。そう、これでいいの。全然違うでしょ。全然違うんだよこれ。ピッね、飛ばすピ、飛ばす人っていうのはこういう感覚持ってます。マキロイ選手むっちゃ速くないですか。バックスイング速いでしょ。電光石火の時だから小さな体でも飛ぶの、はい、ペッ、はい、ターン。ほら一瞬なんか間ができるでしょ。初心者です。いいです。ボール多少左右ってもいいです。そう、グッド、グッド、それでいい。胸も、ダメ、流れちゃダメ、ペッて一瞬にやがる。そう、そう、オッケー。考えない、考えない、考えれば考えるほどおかしくない。前から、前ハンド入れて、そう、すごいね。ビギナーです。そう、ゴルフ楽しくなっちゃったね。若干気持ちいい。そう、まず合わせちゃダメよ。もうタオルドリルもやってるから。気持ちいい。どうですか。
どうですか、締まる感じしますね。そうですね。ね、ダラダラしてないよね。やっぱ肋骨に負担が結構かかります。だからこうしっかり打球前は肋骨こういう動きと、まあ、ちょっとぶら下がってこうなんかね肋骨伸ばしたりして、ストレッチ、はい、結構これすごいですよ。これキュッて肋骨縛ってくる、そんな感じになる。今まで全然使ってなかったとしたら、あ、俺手上げだって気がつくぐらいキュッて締まりますよ。全然下半身なんて使わない。この動きに胸郭キュッとこう捻転するだけですからね。